西成の立ち飲みグルメ。西成でグルメが食べられる立ち飲みのグルメさん、ここで美味しいグルメを食べていきたいと思います。では行ってきます。アボカド大好きなんだけど、テンション上がるわ。これ見て、こんなほんまに写真撮れるわ。食べるの？マグロと食べてもらえるし、流れる天気が映える理由があるから。ああいう客商売っていうのはぼったくりだけど絶対に流行らんでしょ。でも一条件ええしな。まあそうです、条件すべてクリアして、ただこれは当たり前のことだけど、どこ交換してるやん。なんかって特殊なの結構70もあるやけどね。そこまで人の出会うもんから近年ないのかな。ちょっとね、もうそんな冷たいこと言うよな。ハラミ、ポリ、ハラミ、ネギマ、これは一緒に山で行くと何だよ。皮いただきます。つくね、こうやって1万3000円で行けるんだよ。とにかく取れんからな。これ、ほんまに全部してな。足が、はい、すごいわ。どうこう、それが素晴らしい。これ全員多分元気でくれた。チャラの、チャラの、それよりまだ安いしな。いやいや、言われて申し訳なかった。もつぶしたけどな、二人とかな、もつぶしたけどな。あんまそう考えたら安かったよな。それでも元気で俺の顔だってずっと言ってくれる。今でもなんか言うてるらしいよな。ご飯食べすぎて飲みます。なんか今日ご飯食べません。それあれじゃん、あれ、あの、大会見てんじゃん。いや、なんか言うてるらしい。問題方考えながらね。2年、3年、5年って引っ張りたかったらっていう話なんだ。俺ら、まあ、そんな右も左も来てるよな。そんな、あれじゃん。恥ずかしかったです。なんか、しめりはしたのでか。しめりはもうそれも早終わらせなかった。しネギまで、ネギまで。おいしい。これは旅館の味のうどんと。
ほんとに見たな。旅館の味を400円で食べられる。さすが西成の。関係ある。井上さんのハブルは彼に待ってた。見たいと思う。彼にはあれや。みんなのハブルを待ってくれる。旅館の味を新鮮に食べてる。甘くて飲みます。甘くて飲みます。絶対美味しい。マスター。では。